当時からすごい禁断の恋を僕はしてたなと思うんですけども、みんながこう帰った後にちょっと残って先生とちょっとイチャイチャして、本日バレンタインデーということで、この日にちなんだ質問、バレンタインデーの思い出ですね、フリップキャストの皆さん一斉にお出しください。お願いします。お、佐藤さんは初恋の人、はい、そうですね、思い出になるんですけど、僕の初恋の相手は保育園の先生だったんですけど、本当に、ね、当時からすごい禁断の恋を僕はしてたなと思うんですけども、みんながこう帰った後にちょっと残って先生とちょっとイチャイチャして、でそれを結構繰り返したんですね。そしたらバレンタインデーの日にこっち来てって言われて呼ばれて、チョコをもらいました。それが人生で初めてもらったバレンタインデーですね。はい、すごい年の差結構ありますよね、そうなると。そうですね確かに、はい、昔からやっぱ禁断の恋は好きだったみたいですね、はい、そうですか。それでも忘れられないですね。もう絶対忘れないですね、うん、はい、なかなか刺激的なのが最初に来ましたけれども、はい、